皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の国語資料を見て考えたことを話そうの3時間目の内容です。教科書226ページを開いて一緒に国語の勉強を始めましょう。前回の学習では食品ロスに関する資料を読んで自分の考えをまとめましたね。今日は学習の見通しの3時間目、話の構成を考える時間です。そこで今日は発表する内容を整理して、話の内容を考えて練習しましょう。ここで一度動画を止めて、今日の目当てをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。目当ては書けましたか？それではここで一度動画を止めて、229ページ ② 話の構成を考えるを読みましょう。読み終わったら動画の続きを見ましょう。読めましたか？まず発表メモを作ります。クラスで発表する時の自分の想像をしてください。発表する時は相手を見たり資料を指示したりしながら話をしますね。そのためにはどんな発表メモがあればよいでしょうか。要点だけをまとめた分かりやすい発表メモが必要になってきますね。最も伝えたいことは何か、どの資料からどういうことを考えたのかについて簡単に文章にまとめて内容を整理しましょう。話の構成は、はじめ、中、終わりの3部構成にし、自分の考えがより伝わりやすいように箇条書きにしましょう。田中さんの発表メモを参考にしましょう。ここで一度動画を止めて発表メモを書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。メモは書けましたか？それでは発表メモをもとに聞き手に考えが明確に伝わるようにスピーチの練習をしましょう。注意することは次の3点です。1、資料などから分かった事実と自分の意見や感想を区別するように話す。2、聞き手に伝わりやすいスピーチをすることができるように、誰かに聞いてもらい、助言をもらう。3、練習中に気づいたことは、発表メモに書き込んで、発表するときに確かめることができるようにする。ここで一度動画を止めて練習をしましょう。終わったら、動画の続きを見ましょう。さて、今日は発表する内容を整理して、話の内容を考えて練習しました。それでは、今日の学習を振り返って、学習を通して身についたことや分かったこと、次の学習に活かしたいことなどをノートに書きましょう。ここで、一度動画を止めて振り返りをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。振り返りは書けましたか？次の時間は資料からわかることと自分の考えを区別して話すことや資料と関係づけて話すときの話し方などを学習し、自分の考えを発表します。
これで今日の学習を終わりにします。